この展示会は多くのアニメの作り手を送り出した1978年創刊の雑誌アニメージュに焦点が当てられていてスタジオジブリの原点を振り返ることができる内容です会場には宮崎駿監督らが手掛けたセルガや貴重な資料など400点以上が展示されていますアニメージュとジブリ展は明日から6月11日まで 名古屋栄の松坂屋美術館で開かれます。